うちで飼っている犬のトイレのしつけがなかなかうまくいきません。どうやったらトイレを覚えてくれるのでしょうか。何か効果的な方法があれば教えてください。なるほどね。高台先生、あの、犬飼ってらっしゃるんですね。ですね。なんかペット関係の悩み結構多いある気がしますね。シルフの作家さんはね、みんな飼ってるんですね。まあさっきもなんかね、犬がそのソファーでおしっこしちゃってみたいな話してましたけれども、なんですかね、やっぱ。でもね、犬って賢いんで、ああ、ちゃんとしつけをすればですよ、トイレの場所はちゃんと覚えられます。その通りだよ、小野くん、いいこと言ったね。しつけ、しつけ非常に重要でございますよ。はい。ということでですね、はい、今夜は僕と小野くんで、はい、しつけの見本を見せたいと思います。うん。まあ何をするかっていうとですね。これ何するんですかね、これ、ね。はい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 。わかりやすく NG ワード投稿しようじゃないかと。ね。それ言っちゃダメですよ、みたいなね。ね、作家さんのパワーっていうの、この腕っていうんですかね。はい、なんか問題点のすげ替えって言いますか。うん。感じる。何を言ってるんだろうな。最近人に感じる。そんなことはないだろう、うん、だって関係ねえもん。もうこの、そういうところに気づき始めるとね、はあ、このコーナーね、全否定になるからやめてくれたまえよ。やろそうだよ。どんどんそういうのはね、もう肯定していかなきゃダメなんだよ。ということでですね、何を NG ワードにしようかと考えたところ、やっぱりですね、まあ、ベタにカタカナとか英語とかを禁止にしようじゃないかということです。あー、はい、まあ、ゴルフとかでもよくあるやつですね。まあ、ありましたね、そういうね、僕は番組大好きだったんですけれども、まあ、負けた方はしつけをしなくちゃいけないんでね、なんか罰ゲーム的なものを用意しようということで、ですね、今回用意したですね、罰ゲームはですね、負けた方はその後エンディングまでずっとハマンカーンと名乗ります。なので、ハマンカーンと小野大輔のディアガールストーリーズになるか、神谷博士とハマンカーンのディアガールストーリーズになるかということですね。バカじゃないの。なんでハマンカーンなのかわかりませんけれども、口が気持ちいいからでしょ、まあね、そういうのが。構成スワがですね、なんでハマンカーン面白いのにみんな言わねえんだろうっていうですね、よくわからない妄想に取り憑かれてるんですよ、今週。何その前ブーム。もう全然わかりませんけれどもね。さて、もうこの今期前年から、ハマンカーンって言っちゃダメだ。英語禁止にしますよ。いいですか。スタートで言ったらもう英語禁止でございます。それではですね。やばいな。リアガールストーリーズ響き、響き特訓大作戦のプロモーショントークで英語禁止スタート。はい。はい、スタートですね。まあ、我々がですね、チャレンジしましたね。はい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 、はい。遊びですか。電子遊び。電子遊戯のですね。はい、12月17日に出るんですよね。これなんで遊べるんだっけ、僕。これはね、あ、なるほどね。花札作ってる京都の会社、どうかしてる。まあ、任天堂さんは任天堂ですからね。任天堂はいいんだ。任天堂はいいんだ。やべえ、守りに入りすぎた。任天堂2つ画面。ディフェンスって言ったんだ。はい、任天堂2つ画面で、発売になりますですね。はい、響きなんですけれども、関係ないところで言っちゃった。まあ、もう通常の限定版があってですね、まあ、予約特典があるんだよね。本当ですか。はい、これ何がつくんだったっけ。予約特典は、あれですよね、暦ですよね。響き暦がつくらしいですよ。おー、そうなんだ。サーヤが描いてくれたね、色付きの絵がね、あ、そう、色付き、とってもですね、彩り豊かな、ね、そうですね、感じで、猫ですね、まあ、が真ん中にいてですね、僕とですね、僕はこれなんか平和サイン。いや、まあ、はい、向かねえな。主題歌ね。そうですね、我々主題歌も歌わせていただきまして、はい、熱愛助けてみたいな歌なんですけれども、熱愛助けてですね。最近助けてって思ったことある？助けて、そうね、ザワザワした時かな。お腹がザワザワしちゃった時に助けて、やっぱりね、助けてくださいと思って。どこに、だってそれはだってもう明らかに必要な場所があるもんね。まああれですよね、まあ、ほぼ治った時にお仕事行かなきゃいけなくて、その電車に乗る時に、やっぱ駅で探しますよね。何を？え、その
お便所お便所そうなんですよね、お便所を探すじゃないですか、ね、必要だよね、それね、うん、そういうトークだっけ、これそういうトークです。お前さ自爆やろう。あくそー、これ完璧に言ってたのにな。さてですね、まあ、限定版もつくんですけれどもね、限定版にはですね、はい、まあ袋がねついたりね、袋、そう、特別袋と、そうですよ、特別円盤がね、円盤がついたりとかしますので、おうまい、はいはい、皆さんよろしくお願いします。終了ですか？はい、終了です。あ、どっちがより二人ともかも、あ、え、言った方が、より負けた方がじゃないの？もう言ったら負けなんだ。言ったら負けなの？一回でも言ったら負けなの？うわ、そうなんだ。そんなルールだと思わなかったな。おい、しかもトークは普通に言いましたね。うっかりじゃねえかよ、完全によ。超うっかりでしたね、今ね。うわぁ、じゃあ珍しい。もう、ちょっと長井先生、肉を切らせて骨を断つ。もう番組タイトル変わっちゃいましたよ、ちょっと。まあ、しつけはね、まあ、根気が大数だということなのでですね、うん、まあ、根気よく我々もしつけられようと思います。はい、このシルフ魂室では毎週シルフの作家さんから僕たち宛てに普通のストーリー、略して普通ストが届くことになっています。ぜひラジオの前のあなたもシルフを手にラジオを聞いて一緒にストーリー共有していきましょう。ハマーンカーン、ハマーンカーンのディアガールストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。いやー、早いですね。早いって。ハマーンさんどうでした？魂は、うん、そうね、まあ、ね、まあ、ハマーンカーンが先週お休みしてたけれども、まあ今週はですね、まあ頑張って復帰したということで、はい、まあね、何年か前に僕もですね、ハマーンカーンもですね、一回ねお休みさせていただいたことあるので、だからハマーンカーンと杉田智和、そう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 、ディアガールストーリーズでしょ、あの時はなりましたね。先週はハマーンカーンと楠木大天のディアガールストーリーズだったので、まあこれでイーブンかなと。まあ1対1ですからね。すいません、はいはい、もうこれでもう貸し借りなしです。そう言っていただけるとありがとうございます。これで貸し借りなしですよ。もう今まで僕もね、ちょっと後ろめたいところあったんですけれども、もうこれでもう小野君に対してはイーブンですからね。あ、イーブンってことは、やばい、これから思ってたね。え、ああ、ハマーン、ハマーン、ハマーン、誰ですか？マジ、あ、そうだ、ごめんね、そう、ハマーン。何年やってんだ？ごめん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 。ハマーンカウント、これでもうタイトルですから、ね。何年になるよ、もうちょっとしたらね。そうそう、なんでね、まあ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 、皆さんもちょっとね、これぐらいで許してやってくださいっていうことでね。もう本当に、すいませんでしたので、ね。本当に聞いてる皆さんには、本当にもうご迷惑をおかけして。ハマーンからもちゃんとね、言ったりとかでね。はい、心配かけました。無事復帰しましたのでですね、これからも、ハマーンカウント、誠心誠意、ネオジオンに尽くしてみたいと思います。番組では皆さんからのメッセージもしています。おはがきなど先は郵便番号 105-8000 に文化放送、ハマーンカーン、ハマーンカーンのディアガールストーリーズ、それぞれの2人です。これ面白いの本当な諏訪さんだけだからね。メールアドレスはこちら、すべて小文字で dgs@joqr.net dgs@joqr.net です。あ、普通だね、ここね。ラジオ大阪でお聞きの方もこちらの宛先まで送ってください。はい、そしてアニメのミックスのディアガールにも、ハマーンカーンたちの番組サイトがあるので、ぜひアクセスしてください。さら、ね、に有楽聖火の DG サンダー開発ブログやゲームの DGS 響き公式ホームページもよろしくお願いします。お願いします。まあ、なんか水面下で進行中の開発裏話などがですね、ブログに書かれているそうなので、ぜひぜひ見てやってください。よろしくお願いいたします。あと、なんかゲーム公式ホームページの方ではですね、プロモーション映像も今日から見られるようになるそうですので。マジですか？はい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 、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、ここまでのストーリーテラーはハマーンカーンとハマーンカーンでした。ディアガールストーリーズ第137話に続く。電車に乗るときに、やっぱ駅で探しますよね。何を？え、そのお便所お便所そうなんですよね、お便所を探すね、必要だよね、それね、うん、そういうトークだっけ、これそういうトークです。お前さ自爆やろう。あ、くそー、これ完璧に言ってたのにな。さてですね、まあ、限定版もつくんですけれどもね、限定版にはですね、はい、まあ、袋がねついたりね、袋、そう、特別袋と、そうですよ、特別円盤がね、円盤がついたりとかしますので、おうまい、はいはい、皆さんよろしくお願いします。終了ですか？はい、終了です。
あ、どっちがよりあ、え言った方が、より負けた方がじゃないの？もう言ったら負けなんだ。言ったら負けなの？一回でも言ったら負けなんだ。うわ、そうなんだ。そんなルールだと思わなかったよ。しかもどうか普通に言いましたね。うっかりじゃねえかよ、完全によ。超うっかりでしたね、今ね。うわじゃあ珍しい。もうちょっと長井先生、肉を切らせて骨を断つ。もう番組タイトル変わっちゃいましたよ、ちょっと。まあしつけはね、まあ、根気が大数だということなのでですね、うん、まあ根気よく我々もしつけられようと思います。はい、このシルフ魂室では毎週シルフの作家さんから僕たち宛に普通のストーリー、略して普通ストが届くことになっています。ぜひラジオの前のあなたもシルフを手にラジオを聞いて。はい、任天堂2つ画面で、発売になりますですね。はい、響きなんですけれども、関係ないところで言っちゃった。まあもう通常版の限定版があってですね、まあ、予約特典があるんだよね。本当ですか？はい、これ何がつくんだったっけ？予約特典は、あれですよね、暦ですよね。響き暦がつくらしいですよ。おお、そうなんだ。サーヤが描いてくれたね、色付きの絵がね、あ、そう、色付き、とってもですね、彩り豊かな、ね、そうですね、感じで、猫をですね、まあ、が真ん中にいてですね、僕とですね、僕はこれなんか平和サイン。いやまあ、はい、向かねえな。主題歌ね。そうですね、我々主題歌も歌わせていただきまして、はい、熱愛助けてみたいな歌なんですけれども、熱愛助けてですね。最近助けてって思ったことある？助けて、そうね、ざわざわした時かな。お腹がざわざわしちゃった時みたいな。やっぱりね、助けてくださいと思って。どこに、だってそれはだってもう明らかに必要な場所があるもんね。まああれですよね、まあ、ほぼ治った時にお仕事行かなきゃいけなくて、その一緒にストーリー共有していきましょう。ハマーンカーン、ハマーンカーンのディアガールストーリーズ。そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。いやー早いですね。早いっていう。ハマーンさんどうでした？魂は。そうね、ハマーンカーンが先週お休みしてたけれども、まあ、今週はですね、まあ、頑張って復帰したということで、はい、まあ何年か前に僕もですね、ハマーンカーンもですね、一回ねお休みさせていただいたことあるので、だからハマーンカーンと過ぎたと思うかと。そう、ディアガールストーリーでしょ。あの時はなりましたね。まあ、先週はハマーンカーンと楠木大天のディアガールストーリーだったので、まあ、これでイーブンかなと。まあ1対1ですからね。はい、もうこれでもう、そう言っていただけるとありがとうございます。これで貸し借りなしですよ。まあ、今まで僕もねちょっと後ろめたいところあったんですけれども、もうこれでもう小野君に対してはイーブンですからね。あ、イーブンってことは、やばい、これから思ってたね。ハマーンです。誰ですか？マジ、あ、そうだ、ごめんね、そのハマーンカーン。何年やってんだ。ごめん。ハマーンカーンとこれでもうタイトルです。何年になるよ、もうちょっとしたらね。なんでね、まあ皆さんもちょっとね、これぐらいで許してやってくださいっていうことでね。もう本当に、すいませんでしたので、ね。本当に聞いてる皆さんには本当にもうご迷惑をかけました。ハマーンからもちゃんとね、言ったりとかね。はい、心配かけました。無事復帰しましたのでですね、これからも、ハマーンカーン、誠心誠意、ネオジオンに尽くしていきたいと思います。番組では皆さんからのメッセージを待っています。うちで飼っている犬のトイレのしつけがなかなかうまくいきません。どうやったらトイレを覚えてくれるのでしょうか。何か効果的な方法があれば教えてください。なるほどね。高台先生、犬飼ってらっしゃるんですね。ですね。なんかペット関係の悩み結構多いある気がしますね。シルフの作家さんはね。みんな飼ってるんですね。まあさっきもなんかね、犬がその、うん、ソファーでおしっこしちゃってみたいな話してましたけれども、なんですかね、やっぱ。でもね、犬って賢いんで、ああ、ちゃんとしつけをすればですよ。トイレの場所はちゃんと覚えられます。その通りだよ、小野くん。いいこと言ったね。しつけ。しつけ非常に重要でございますよ。はい。ということでですね、はい、今夜は僕と小野くんで、はい、しつけの見本を見せたいと思います。う
まあ何をするかっていうとですね。これ何するんですかね、これね。はい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 。わかりやすく NG ワード投稿しようじゃないかと。ね。それ言っちゃダメですよ、みたいなね。ね、作家さんのパワーっていうのこの腕っていうんですかね。はい、なんかあの問題点のすげ替えって言いますか、うん、うん。感じる。何を言ってるんだろうな。最近人に感じる。そんなことはないだろう、うんうん、だって関係ねえもん。もうそういうとこに気づき始めるとね、はあ、このコーナーね、全否定になるからやめてくれたまえよ。やろそうだよ。どんどんそういうのはね、もう肯定していかなきゃダメなんだよ。やろ。ということでですね、何を NG ワードにしようかと考えたところ、やっぱりですね、まあ、ベタにカタカナとか英語とかを禁止にしようじゃないかということです。ああ、まあ、ゴルフとかでもよくあるやつですね。まあ、ありましたね、そういうね、僕あの番組大好きだったんですけれども、まあ、負けた方はしつけをしなくちゃいけないんでね、なんか罰ゲーム的なものを用意しようということで、はい、ですね、今回用意したですね、罰ゲームはですね、負けた方はその後エンディングまでずっとハマンカーンと名乗ります。なので、ハマンカーンと小野大輔のディアガールストーリーズになるか、か神谷清志とハマンカーンのディアガールストーリーズになるかということですね。バカじゃないよ。なんでハマンカーンなのかわかりませんけれども、口が気持ちいいからでしょ、まあね、そういうのが。構成スワがですね、なんでハマンカーン面白いのにみんな言わねえんだろうっていうですね、よくわからない妄想に取り憑かれてるんですよ、今週。何その前ブーム。もう全然わかりませんけれどもね。さて、もう、この今、前日から、やばいやばい、ハマンカーンって英語禁止にしますよ。いいですか、スタートで言ったらもう英語禁止でございます。それではですね、やばいな、リアガールストーリーズ響き、響き特訓大作戦のプロモーショントークで英語禁止スタート。はい、はい、スタートですね。まあ、はい、我々がですね、うん、しましたね、はい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 、はい、遊びですか、電子遊び、電子遊戯のですね、はい、12月17日に出るんですよね。これ何で遊べるんだっけ、僕。これはね、あ、なるほどね。花札作ってる京都の会社、どうかしてる。まあ、任天堂さんは任天堂ですからね。任天堂はいいんだ。任天堂はいいんだ。やべえ、守りに入ってきた。任天堂2つ画面です、ね。ディフェンス出ちゃった。